どうもこの丸ですキいたろですじゃあ今日はミーアイが初の CM 出演決定したのでそちらをお話ししていきますいやなんかさドコモさんの新スマートフォンギャラクシーの CM に決定したねねえだってさもうギャラクシードコモなんてさもうなんかめっちゃでかいよねうんえすごない、ね、やばくないデビュー前だよまだ でもレミノさんもう絶対計画済みやったんじゃもう系列やねんからレミノとドコモはまあそうだねうん,うんだからこう反響を見てやっぱ結構反響を聞ければね絶対うちでやろうみたいな感じだったわけじゃんね多分、うん、確かに何かさファイナルだったっけな,なんか CM の専属契約決まりましたみたいな何か,かそういうさアナウンス得点みたいな感じでなんか言っとった気もしてきたわなんか言っとったかもねあー私全然覚えてないわでも、うん、まあ なくはなさそうなやつやつねファイナルってほらさもうデビューメンバー誰になるかっていうドキドキでさなんかあんま記憶ないんだよ、ね、その最初の何アナウンサーあったかとか。あでもそうだそうだだだこれが今たすごいねだしなんかさ思った以上にさ CM もそうなんだけどなんか結構ビハインドも出てるじゃんそのね、うん、風景みたいなインタビューもあったりしてとかさあれがすごい良かったね。うん いやそう。ね、CM に加え、メイキング、あとユニット CM みたいなのもあってさ、ショート動画で、なんか5つのさ、メンバー5本に分かれてっていう感じだからすごい、なんか盛りだくさんだよね、最初から。わ、うん、かるよ。えー、てか、いいね、売れ,売れるって思っていいよね、ああいうのって。うん、なんか、しかもさ、みんなさ、思った以上にさ、硬くなくないあれがすごいなと思って。 うん、えだって普通最初の CM なんてさ棒読みだよそんなのそうそうそう<通>そうあっみたいなそうかプ <laughs> ロ野球選手か新しいアイドルか新人アイドルかみたいな感じの棒のあれやじゃんバンテリンここに貼るみたいなさそ,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  <laughs> そんな人おる,そんな人ある <laughs> <laughs> いやかかる分かるいほんとみんななんかプロプロってかうかプロなんだけどそのリラックス感とか、うん、そのもうタレントっていうかアイドルとしてすごいよね。うんうん、これ難しかったとは言っとったけどねいやいやいや上手じゃないみたいなね。 なんかしかもさごめんユニットのやつとか結構ペアいい感じだったよね例えばさ「鼓みあイねとかさ一緒にして最終的に歌わせるっていうさ歌ラ<や>歌ったよねありがとうみたいないい声みたいな,いいたいなう,んうんあと「ここももしずく」とかはさその「しーちゃん今何見てんの?」とか言って「うちらのステージ見返してんの?」とか言って普通にさあのね 日プの本編のさステージの映像とかさ見てるしずくさんが流れてステージも流れてみたいななんか思い出語るみたいなんとかさもうがっつりもうねレミのって感じだよね <laughs> レミのやってかそうだねそのリブルームの話してくれたりとかねなんかそうそうリブルームねうんそうそうそう みんんな見てててるるかかららっていいううう前提があるからそういうワード入れてくんだね普通なんかそこまでリブルームとか言われても、うん、そう知らない人は知らないじゃんやっぱ何のことやらみたいな感じだけど、うんうん、もうこれは完全に結構見てる層が広いからこういう風なやつやってるわけでしょそれがすごいよなと思ってさ確かにだからそういう風にしてもいいぐらいに広がり見せたからにチップガールズがうん、うん、って思ったらすごいねすごいコンテンツだったねうん すごいコンテンツだしやっぱすごい子たちがデビューしたんだなって思ったじゃやっぱうん、あんましてないかうん、うん、まだデビューしてないね, <laughs> ねいな売れっ子 <laughs> 怖くないまだデビュー前なんだにこの勢いとさ人気とさ、うん、盛り上がり、うん、そうすごいよねうんあとあれじゃないあのリンリンとケイコのペアもその即興ラップ私最初インタビュー見たんね最初にうん,でなんか そのたくくささん見てくださいねみたいな感じのすごいいいやつできたからみたいなの言ってて即興ラップ見たらなんかお <laughs> 結構癖強めですごい可愛いなと思ってリンリンラップしてないなみたいな,なんか結構合いの手みたいな感じだなとかおもろくてさ、うん、でもなんかそれを普通のなんかさ感じでやってるのが度胸ありすぎてすごくて。うん、<laughs> 分かる,分かる 「ギャラクシーは姫だし」とか言ってなんかもうすごいこれも日プネタやんと思ってうん、うん、そうそうそうだねそうだね、うん、それもすごいよねだからそういうさメンバーがユニットに分かれてそれぞれさその機能なんかそのギャラクシーの機能を教えてくれるみたいななんかさこなまるをさ一緒に見ててさ「えそんな機能あんの?」みたいな普通に驚いてたよねうん、うん、あの翻訳のやつとかそういうことやねランちゃんとか、うん、そう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  卵蜜のとこだ卵蜜のとこだそう,そうそうそうだそうだ、うん、あの機能普通にそう、うん、あの機能普通にすごいよねどういうことって思ったも、うん今すごいよねだからデフォルトで入っとるってことやろもう機能としてアプリに入れるわけじゃなくてもうスマホとしてあるんだもんねえー、で会話しようと思ったらそのなんかやってくれるんでしょ意味わからんくらい、うん、どういうこと なんかそういうドラマとかでさ未来のスマホみたいな感じで見たことあるんで、うん、そういうなんかリアルタイムで翻訳してくれてみたいな、うんうん、そういう会話するたぶんそうそういうの見たことあるけどえもう現実にあるんだみたいなねそうもっともっとんえなんかさ電話かかってきてもさもしそのさなんだろうナレ,ナレーションっていうかさ自動音声のやつだったら「うん、えっ何痛電?」みたいな感じの気持ちにならん「痛電かかってきた?」<laughs> みたいな「痛電」っていうワード いたてに古いね。いたてんって言わん、もう。わ <laughs> からん、もう。いたてん、やばい、ちょっと、ありがとう。なんか、と <laughs>、なんか懐かしさ感じたわ。いたてんってならんがんかね嫌がらせからみたいなさ。うん、ああ、そうね。うん、悪質なね。ってならんがんかね、すごいな。なんかちょっと試してみたいまであるなと思って。ね,うん、ね、ちょっと、いいね、ギャラクシーしかも。 しかもあの、その、ミュ有がさ、めっちゃくっついてる感じもめっちゃ尊かったね。やっぱランミューにさ、その価値を見出してくれた、このドコモギャラクシーの CM 制作チームの方々さすがと思ったよね。うん。わ、うん、かる。ちょっとすごいわかりやすそうだよね。ほら、うちらもさ、オーディション中、<laughs> ランミュ有ケーミーみたいなランミューのこのライバルの感じすごいいいとか言っとったからさ。<laughs> ランミューにめちゃくちゃ見出しとったもんね、何かを。<laughs> <に>そ,うそ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 う。えー、めっちゃいい。ありがとう。えー、二人デビュート ねいね、あと、まあ、ここのちゃんとすずさんのこのなんかねなんかその見た目がやっぱり髪色派手だからこれギャルコンビみたいなんもすごいよくてこのユニットもでも中身ふわふわ系のねそうそうそう,そう、うん、めっちゃいいえ何の機能だっけあれなんかこの二人の機能は「機能の説明」<laughs> <laughs> ちょっと待って, <laughs> 待ってよ <laughs> 機能の説明、囲って検索っていう、その画像ね、スクショして、この、例えばピアスとかスクショして写真のね、このピアスは何でしょうみたいな、その、まあ、グーグルとかにもあるやつ言っちゃいけんか、グーグルとか。そうなんですいう検索、グーグルレンズみたいな。そういう検索のやつでした、この二人は。<laughs> そうだね。で、ちなみに、でも、うちらは YouTuber だから、グーグル、グーグル様様だから、あの、グーグルの見方だよ。うちら、グーグルレンズって言った方がいいから。<laughs> 確かに。いや,いやいや、敵対し、敵になっちゃう。まあ、そうだね。<laughs> あとなんかその全員に言えるけどさ最終的にはさその昨日の説明した後最終的に二2人がまあもしくは3人が近くでこうポーズ立ってパシャパシャパシャみたいな AKB の生写真みたいな特典みたいなそれぐらいの加速度でさいっぱいポーズ決めてくれるわけやないかあれめっちゃ可愛いよねなんかくっついたりしたりとかすっごい可愛くてあれよかったわかるいやすごいよね CM なのにすごい本当にさっきも言ってたけど自然にさナチュラルに可愛くて、うんうん、めっちゃよかったわ ね、あとさインタビューあったじゃんなんか私あの、うん、ももなさんが最後にまとめてたのがうま綺麗にまとまっとって <laughs> さすがーと思ったわ<ー>うまいーと思って、うん、うまいよねあのメイキングの最後すごい良かったよねそう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 あとなんかその機能を使ってみたい機能でとか言って生成 AI 編集とか、まあえねさんと確かりんりんが言っとったんだけどなんか,、うん、なんか特にりんりんかなりんりが本当になんかやってみたいですみたいな感じ言ってる感じがそのなんか あそう,なん,だそうなんか勉強になったんであそう <laughs> リンリンのこと TikTok の申し子だと思ってるからさ私なんかいやわかる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 ,かる <laughs> あテ TikTok 世代そうなんだみたいな TikTok まだ怖いんやから私 <laughs> いやさすがに慣れてよ <laughs> だからああそういう機能があると確かに便利だよねと思ってすごいなんか勉強になりましたみたいな何、うん、かその「何結構の話ジェ,ジェネレーション結プの話してるさっきから実は <laughs> そう,そう Z 世代にやっぱそういう機能はやっぱあれなんだみたいなね <laughs> そのなんかね <laughs> 以上でね今回はミーアイが初の CM 出演決定したのでそ <laughs> ーちゃん話をしてったんだけどいやなんかさほんと何度も言うけどすっごい盛り上がりだねマジで。 ね、こうやって畳みかけてくるんやっていう,うん、うん、でも本当今いデビュー前とは思えんぐらいのさ、うん、活動とやっぱこういう CM ニュースとかがあるわけだから、うん、うんデビューしたらどうなるんかね本当にうんやばいいやなんかねちょっとあ違うやばいえ夢に <laughs> <き> <laughs> 久々にそうなんかこのお茶の間にこの CM の キャラクターとしてさ、登場するわけじゃん。なんかすごいめちゃくちゃ人気出る絵見えたわ。なんかもう見えとったんだけど、うんうん、なんかその、なんかなんていうの、いい意味でさ、その親近感のある子たちじゃん。その、タッ、うん、なんかなんていうの、なんか手が届きにくいみたいな感じでもない、いい意味のさ、日本にすごいマッチする、うんうん、なんか愛嬌のある、すごくいい女の子たちみたいなイメージなんよ、ほんとに。うん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 。わかるわかる。スーッと入ってくるよね。そう、スーッと。 うんうん、日常に入ってくるみたいな。そうだね。だからそれで気になって、うん、曲もなんか可愛いし、あれこの子なんだろうこの子たちってなって、まあ製作するんじゃん。で半日プ女子ってやつなんだオーディションなんだ。まあ最近人気だもんねみたいな感じで見たらまあ沼じゃん結局。うん。そしたらミヤイミヤイってなるよね。うん、ね、うん。そう <laughs> ミヤイミヤイってそう。ミヤイミヤイってなるよね。うん、うん。ええー、いいねいい流れ見え,、ねうん、見える。見えるだから。 ね、今はそのドコモさんだけどどんどんね他のさ例えば飲料水とかまあなんかお菓子とか何かね CM 決まってきそうな気するよねうん飲料水とお菓子ね分かった分かった <laughs> 飲料水と <laughs> 食べ物食べ物に特化してみたいな <laughs> 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 まあだからさ未来の次の活動が楽しみだよねそうだねホッホッ